日本ラグビー協会はパリオリンピックの7人制ラグビー日本代表選手を発表し、女子ではいずれも国学院栃木高校出身の宇都宮花子選手、田中恵美選手、松田凛香選手の3人が選ばれました。宇都宮選手、田中選手は初のオリンピック代表、松田選手は東京大会に続く2回目の代表ですが、大会直前に怪我をして出場はできませんでした。宇都宮選手はプレーできることに覚悟を持って自分らしく頑張ります。田中選手はファンの皆様、友達、家族に感謝の気持ちでいっぱいです。松田選手は個人としても着実に良い準備を積み重ねてきましたとコメントしています。